2018年3月29日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第3143話、よくあるワープ。梅がてら結婚前に車で不思議な一週間を過ごしたものです。前に書いた車なんですが、実はまだまだ不思議な話があります。実際の道を書きますが、熊本の菊池市内長州はかなりの距離があります。車で軽く1時間半くらい、飛ばしても1時間は切れません。ある夜長洲にいる知人の家を訪ねて帰るとき10時を過ぎていて、あたりは真っ暗。ライトを上げても意味がない状態ない中道、これからこの道を変えるのかとため息をつきつつ、CD をかけていました。 CD の5曲目くらいに好きな曲が出てきて、車の中一人ということでテンション上げ上げで大声で歌っていました。この時点では、まだ聴衆を抜けていません。すると突然前を越え霧がかかりました。もうどうしようもないくらい見えない霧。けどテンションの上がった私は、歌いながら霧の中を突き進みました。そして一曲終わった時に霧が晴れました。そこで見たのは菊池市の手前の町、山が。聴衆から菊池までには聴衆、荒尾、玉名、ともう一つ町を挟み、山が、七代、菊池の順なのです。曲は5分程度のものです。5分で荒尾山がを通ったとか信じられません。だけど確かにすり抜けたのです。それからというものの気まぐれでこういった嬉しいワープ現象が起きるようになりました。私には害はないし、害というよりも有利なものなので嬉しいばかりですが謎で仕方ありません。とりあえず、車を大切に乗ろうと思いました。ネットで見つけた怖い話。第3144話、懐く猫。懐く猫、ふと思い出した話。ちょいグロかもしれん。苦手な方は飛ばしてください。私は、動物に好かれない体質みたいで、野良猫や飼い犬が私を見ると大体逃げるか吠えてくる。そんな私だったけど一度だけ猫がすり寄ってきたことがある。今と同じ春先でもうだいぶ昔の話です。家の近くに公園があって、買い物に出かけるときはその公園を抜けないといけなかった。公園の中には迷路みたいな遊び場があって、とても小さい迷路なんだけどその道を通らないといけない。私はいつものようにその迷路を通っていたら猫の鳴き声がする。ふぅ、ふぅ、と息が漏れるような声。にゃー、ではなかったけれど、なんとなく猫の声な気がした。そして不思議なことに私に警戒しておらず、どうも近づいてきているような印象を受けた。猫が慕ってくれるような経験は初めてだったので、鳴き声を頼りにあたりを探してみた。見つけた、白い太った猫だった。顔はない。顔の部分はぺちゃんこで黒い肉の板みたいな感じ。耳はちゃんとついてた。体に毛皮はなかった。ただ顔だけぺちゃんこだった。パッと見て、すぐに車に顔だけ惹かれたんだと思った。今思うとそんな器用なことできるかわからないけど、どこから声を出しているのかわからないが、ふぅ、ふぅ、という声を出しながら私の方にゆったりゆったり歩いてきた。まるで助けてくれと猫に言われているようで、でもその姿がとても怖く、獣医に見せても到底助からないような気がして、ごめんなさいと繰り返しながら走って逃げた。それ以来、白猫は見ていない。今でもあの猫の姿を思い出すことが時々ある。あ。ネットで見つけた怖い話。第3145話、既婚。1、かそってるぽいので思い出しかきこ私が中学生の頃、合唱コンクールっつうのがあった。なんかうちの学校では妙に力の入ったイベントらしくて、放課後でもみんな残って練習したりしてた。で、まずは曲を何にするか?つうのも、
教師が勝手に決めるのではなく、生徒たちで決めたりもした。最終的には担任が決定するけどで、ある日私たちは音楽室で何を歌うか選んでいた、多分英語担当の教師、イカケイ先生、が一緒だったと思う。生徒も私以外20人くらいいたと思う。随分昔の話なんで、当時はテープだった。で、候補曲をテープレコーダーで聴きながら決めるわけだ。数ある合唱曲の入ったテープを見ていたら、K 先生が、面白いのがあるぞ。ぽいことを言ったと思う。とか言って、一本のテープを出した。その合唱曲は、既婚だった。で、K 先生がレコーダーに入れて再生開始。最初は普通に曲が始まった。K 先生が、ここからがな、とか言って皆が妙に緊張した。感想だったと思う。急に戦火、WW2 だと思う。の悲鳴やら轟音がしだした。で、感想が終わり歌が始まったらそれはやんだに。その時は、その、既婚。という間が中学生には難しいだろうということで、コンクールには歌わないことになった。しかし、なぜか当時の私は、そのテープを持ち帰らせてもらった。ただの好奇心だった。今もここにいるくらいだし、わら。コンクールが終わった頃、友人たちとテープを聞き直した。戦火の部分が聞いた時よりも長くなって鮮明になっていた悲鳴やら、お母さんと呼ぶ声や、多分戦闘機の音だと思うけど、ゴーという音や火災のような音もあった。妙に生々しかった。好奇心はあったものの、怖かったのでそのテープはそのまま。返しそびれ、自宅に残したままだった今、私は、社会人になって実家を出ている。多分、そのテープは、まだ実家にあると思う。怖いので、あれから聞き直しはしていない後になってウィキとかで、既婚について調べたら怖かったので10日。当時、私以外にも何人も聞いたのでもしかしたら身バレかも。気づいた人いてもスルーしてくれ。わら、中学時代に合唱コンクールで既婚選んで歌ったよ。練習中、何度か不思議なことが起こっていた。全部、まあ、いっか。で終わるようなことだったので、その時は誰も気にもめていなかったんだが、その一つ。放課後も遅くまで練習していたんだが、その日は別の委員会の用事で後から合流するということになった。19時くらいまで委員会の仕事に追われていたので結局練習できなかったなぁと思っていたら、ちょうどクラスの子らと靴箱で出会って、練習内容とか注意点などを話していたら、まだピアノが聞こえた。演奏者まだ残ってるのか。じゃあ1、2回歌わせてもらおうかなって思って、靴箱で合流した友人と音楽室に戻った。教室くらい今まで弾いていたから、アンプの練習かな？と思い、じゃあこっちも歌詞暗記の練習になるしと。電気をつけないまま歌って曲が終わったところで電気をつけた。音楽室って、ピアノがあるところと歌う人が整列しているところ離れているじゃないですか。自分らはいつもの癖で後ろのドアからいつも整列しているところに並んで歌っていたのに、帰りにピアノの子が前のドアが開いてピアノを囲んで歌うから緊張したと言ってきたのでビクッとした。あと、人数。自分らは3、4人くらいで戻ったんだがピアノの子はクラスの半分くらいで引き返してきたと思ったらしい。当時とても怖かったんだけど文字にするとそうでもないなぁ。すれち失礼しました。ネットで見つけた怖い話。第3146話、ボールを持つ少女。岡板に行けば誰か詳しい人がアドバイスくれるかもしれないと思って自分が前から知ってるスレで書き込みさせてください。もしすれ違いならすいません。中学1年生の頃俺は、小さな子供の世話が好きだったため、将来の夢はホフでした。母に勧められ母の職場に近い保育園でボランティアをやっていました。そのボランティアができる場所は自分が住んでいる場所からは遠く学校帰りに電車で行き、帰りは母の仕事が終わるのを待つという日々を過ごしていました。
そんな生活をしていた夏の夜にいつものように暇をゲームセンターで潰した後、帰る時間になったため母の職場まで向かいます。母の職場は区役所の隣にある建物の2階でその近くに保育園がありました。その日は少し母の帰りが遅いシフトだったため夜9時は過ぎていたかと思います。靴をスリッパに履き替え2階に向かう途中、白いフリルがついたワンピースを着た女の子がビニールボール。思って僕を見ています。あまりに自然で、あまりに普通。そしてとても華奢で可愛らしい顔。どこからどう見ても普通の保育園に通っているような小さな子供でした。僕は、尋ねました。お母さんでも待ってるの?と、その子は何も言いません。僕を見るだけです。僕は、その子に近づいてもう一度尋ねました。2階にお母さんかお父さんがいるのかな?と。その子は何も言わず急にボールを持ったまま2階に駆け出します。もちろん僕もその子を追って2階に。2階までは踊り場を挟むだけでそんなに長くないし上がったら左に向かえるだけで右に進める道はありません。その子はいませんでした。今考えると中学1年生でしかも男の僕の走る速度の僕に勝てるわけないので追いつくはずなのですが、その時の僕は、母に小さな女の子がいたと報告すればいいだろうと思い、その時は、2階に上がった足でそのまま母の場所に向かいました。母に小さな女の子がいたよ。と言うと母は、何言ってんの?この職場にいるのは私たち。三人ぐらい。だしこの建物の中にいるのも私たちだけよ。と、俺は、小さな子供が好きなのでその言葉を聞くと不安になり。いや、いたよ。知らないならなおさらここの近所の子かもしれないし夜も遅いから探そうよ。と提案しましたが話を黙って聞いていた職場の女性の方が僕を止めに入ります。探さない方がいい。今日はもうそのことは忘れない。とすべてを察したような口調で僕に伝えます。詳しく話を聞くと、職場がある建物は昔から寄せ付けてはいけないものを寄せ付けることがあり、ところどころにお札や変な置物があるのはそのせいだという。その話を聞くと僕は、恐怖よりも妙に納得してしまった。ちなみに僕は、霊感というものはない方だと思っていたのであまり信じることができなかったがその日は探さずにそのまままっすぐ母と帰った。が、その行動はもしかしたらダメだったのかもしれない。その日から彼女を毎日のように見ることになる。だけど彼女は何もしない。驚くことはあるが彼女は俺を見て笑う糧に持っているボールで一人遊びをしているだけだった。そして恐怖心というものは少なからずはあったが別にこのままでも気になるものではなかったが。二年ぐらい経ったある日、ものすごい怖い夢を見ることになる。その夢はいきなり目の前で家が燃えている夢だった。けど、自分の家じゃない知らない誰かの家。その家の中に彼女はいました。泣き叫ぶ小さな女の子と女の子を抱える一人の女性の姿。次第に火は強まり女の子と女性の悲鳴が聞こえなくなるまでずっと僕は、その光景を見続けていました。暑さが自分に伝わり死ぬということを夢の中でまじまじと強制で体験したような感覚でした。僕は、夢から覚めると恐怖と気持ち悪さにトイレで吐いてしまいました。その日からお境に女の子以外の見てはいけないものまで見えるようになります。交差点にいる人、姿が半分しか見えない人、起きたら布団の中に人がいたこともあります。誰も相談できる人がいないし惹かれるのが嫌で誰にもその相談はしませんでした。僕は、次第に鬱になり病院にまで通うようになります。母には病気だからそんな風に見えるのかもしれないと言われる始末。当たり前かもしれませんが、僕は、そのまま20歳を超えました。仕事関係で引っ越しをすると女の子は見えませんが、極まれに未だに見てはいけないものを見てしまいます。そして夢もたまに見てしまう、実家にいる母の電話越しにボールをつく音が聞こえることもあります。一生僕は、この不安と付き合うことになるのでしょうか。今は実家に帰るのが怖くて仕方ありません。あ。
ネットで見つけた怖い話。第3147話、チビ女。夜道歩いてたらすぐ後ろから足跡が聞こえてきたんよ。まさか俺の後ろに羽根乳が。と思って振り向いたが誰もいない。と思って歩き始めたらまた聞こえてくる。しかし急に後ろ振り向いたりしても誰もいない。本気で羽根乳が俺に取り付き、ひな検査は症候群にかかっちまった。とか思って振り向いてもやっぱりいない。しかしふと目線を下げてみると、俺の背後に、俺の太ももの位置くらいの身長しかない女がいた。確認した後は全力で逃げた。しかしぴったり俺の後ろについてくる謎のチビ女。羽根ハイのような可愛い存在ならウェルカムだが、こんなグレイみたいな奴はいらん。その女とのデッドヒートは俺のマンションまで続き、俺は、玄関を開けると部屋に置いてある居合用の刀握って後ろを振り向いて一戦。しかし空振り、謎のチビ女は俺の部屋の玄関の前で固まってて、あるものを凝視していた。それは、俺の部屋で元気にはいずり回ってるゴキブリ三匹。ゴキブリが心底嫌いなのか、俺に目もくれずゴキブリを見る女。俺は、とことこと近づき、女に脳天と竹割りを一戦。一瞬に鈍いて答えがあったと思ったら、女が消えたゴキブリはお守りよりも効果あるから、お前ら大事に買ってやれよ。ネットで見つけた怖い話。第3148話、呪詛。そうも変わらずこのスレは荒れてるようで。怖い話の怖さとはそれを見聞きする環境にも左右されるのはご存知の通りだと思いますが、現在のスレのような状況で仮に良質な話が投下されたとしてもダメになるのが道理というもの。しかしながら今から私がする話はこのように荒れた状況下にこそふさわしいものであると存じます。まずは話を始めるにあたり一つ注意事項をば。昇進にして被害妄想の気がある方はこの話を読むのししていただくのが良いかと存じます。読んでしまった後になって、非難されても当方に責任は取れませんゆえ。ただ、読んでしまったならば処刑の下にも悪霊が、という類の話ではありませんので、その点についてはご安心を。さて、このように長々と前置きをしておりますと、ぐだぐだだ分解点じゃねえ。死ね。というようなレスが投げつけられるのは火を見るよりも明らか。そろそろ始めることにいたしましょう。オカルト板に出入りされているからには、呪詛。と言いますと一加減お持ちの方も、おられることでしょう。これより私がいたしますのは、その呪詛についてのお話です。呪詛とは、特定の人に災いがかかるように祈ることを指しますが、私は、これをまか不思議な力により対象を害するものではなく、心理学的な作用により相手を害するものであるという説を支持しています。ただ心理学の分野の中には反証可能性を有していないものも多々あるため、科学的にという言葉を使用することができないという点では、前者とあまり変わりがないのかもしれません。5分の1、呪詛とは、心理学的な観点から言うならば、自分を呪っているものが存在するということを呪詛対象に認識させ、その事実を呪詛対象の精神に刻み込むことにより、マイナスベクトルの、プラシーボ効果を期待するものであると言えます。これはいわゆる、病脇からというものにも通じるものがあると言えるでしょう。呪詛対象の精神に刻みつけられた呪詛は、精神的なストレスとして呪詛対象に蓄積します。蓄積したストレスは、人間の生命維持に必要な恒常性、いわゆるホメオスタシスを乱し、そのことによって呪詛対象は身体的不調をも訴えることになるのです。ホメオスタシスの乱れは、自律神経系、内分泌系、免疫系にまでも影響します。例えば、自律神経系の乱れは、時に血管の収縮や、血圧の上昇なども招くことが知られていますが、その影響が手足などの毛細血管で起きる分には、そこまで大きな問題とはなりませんが、それが仮に運悪く脳内の血管で起きたならば、極端な話ではありますが、
脳動脈に血栓を生じ、脳動脈瘤破裂により死亡する事態となる可能性が、全くないとは言い切れないでしょう。5分の2、さてここからが本題です。このスレの荒れる原因となってる脊髄反射でタイプしているのかと勘ぐらざるを得ない。死ね、カスが、二度と書き込むな、などのレスを繰り返している方々。今までにちゃんであなたは、そのような罵倒レスをどの程度繰り返してきたのか。その回数を覚えていらっしゃるでしょうか。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか、といった言葉もございます。そんなものいちいち数えていられるような少ない回数ではないことでしょう。では、その罵倒レスにより引き起こされることについて、思いを巡らせたりしたことは、終わりでしょうか。反論レスなどとは異なり、単純な罵倒のレスは、レスをつけられたもののみではなく、見ているだけのものをも不快な気分にさせることが往々にしてあります。前スレで胸クソスレに転載されたりしていることからもそれは明らかでしょう。さてこのスレはそのような罵倒に対してわざわざ相手をしてくれる親切な方ばかりでなく、スルー能力の高い方も多々おられます。そのような方々の中には、スレが荒れる原因となるレスを見るにつけ、お前のようなカスこそ死ねばいい。そう思う方も大勢いらっしゃることでしょう。レスがつかないため目には見えていませんが、罵倒レスをばらまくたびに、数十以上の呪詛とも言える悪意があなたに向けられることになるのです。あなたは今まで一体どれほどの見えない呪詛を向けられてきたのでしょう。数千、数万、それとももっと多く、たった今、あなたは数えきれないほどの呪詛が向けられているということを、認識、してしまいました。あなたの身にいかなる災いが降りかかるのか楽しみではありませんか。5分の3、ここまで読んでも罵倒レスを繰り返してきたあなたならこう思うことでしょう。自分はそんなくだらないことをいちいち気にするような小心者ではないから呪いなど聞かない。中に臭いクソ話とおかしやがって今すぐ死ね。このようにすぐさまレスして一生に伏してしまえば、恐るるに足りないと、このような荒れているクソスレに未だに張り付いていられるような忍耐力のあるあなたです。ここはひとまずその忍耐力でレスするのを我慢していただき、今しばらく私の話にお付き合いを。そういった罵倒のレスは、私の話が終わってからでも遅くはありませんので。ここで少し話が変わりますが、皆様はこんな話を聞いたことがありませんか？あんなに豪快で細かいことを気にしない人がなんでうつ病に。人の精神とは誠に不可解なことが多いもので、本人すら自覚してないうちにストレスを溜め込み、うつ病になってしまうということも時にあり得ることです。差しの良い方は、この話を聞いてもうお気づきになられたかもしれませんね。私は、呪詛というものについて、重要なことを未だお話しておりません。自分を呪っているものが存在するという事実を呪詛対象の深層意識に刻み込むこと。この点にこそ呪詛の本質があるのです。あなたの表層意識がいかに強靭であろうとも、自らが意識すらできない深層意識まで強靭であると、言い切ることができるでしょうか？すでにあなたの意識のより知らぬところで呪詛はじわじわとあなたの深層意識を蝕み始めているかもしれません。なお、人間らしく大脳神秘質を有効に使い理性的なレスをしてきた方々は、向けられる呪詛の数も決して多くないでしょうから、何ら恐れることはありません。5分の4、さて、今まで散々罵倒レスにより悪意をばらまき続けたあなた。ディスプレイの前のあなたが、今何を考え、この先その身にどのようなことが起こるか。それを知る術は、私にはありません。ですが、この話を読むことで確実にあなたの深層意識には呪詛という名のあまたの鎖が打ち込まれました。そしてこの先、あなたがそのレスにより悪意をばらまくたびにその鎖の数は増えていくことでしょう。私の話はこれにておしまいです。この話によって罵倒レスを繰り返す方々が運よく、失礼、運悪くぽっくり言ってしまい、スレの荒れ具合が多少なりとも緩和され、良質な話が集まることを祈りつつ、
最後まで読んでくだった皆様にお礼を申し上げます。それでは己の深層意識の強靭さに根拠のない自信をお持ちの方々、脊髄反射のごとくバトーレスを並べ立ててくださることを期待しております。長々とくだらない話を書き上がって、PC の電源切って首をくくって死ね。とこのように、5分の5、呪詛開始って呪詛を行った人の感性と意志力に大きく関わってくるんじゃないかな。呪詛を行っていて、かつ呪った相手に呪詛が効果があると考えている術者は呪うという。行為によって自分の精神にもマイナスのベクトルが加えられるわけだけれども、そこで強靭な意志力でそれを無効にできるという自信があるか、もしくは呪うことに何ら良心の呵責を感じない、異常者の場合はそれが少なくなるとも言われているよね。132氏がもし自分の語った話に現実味があると考えているのならばこのような論人によって幾多の人々に、呪詛を返すことはそれすなわち、誰かに危害を与えることを良しとする呪詛を新たにかけた、ことになるわけです。ですので132氏が強靭な精神の持ち主であることを私も祈らずにはおれません。なんか京極道っぽい話ですな、わら、まあ、ののしった、とか悪口言われた程度の話では、怖い話、になるのは難しいのではないかと思われます。相手が呪われた、と恐れるだけの精神的負担を呪う側も持っていないと、あれだけ呪ったのが返された、という恐れが起きないわけですしねー。ある意味、不特定多数から袋叩きにされて呪詛返しを企んだとすれば132氏は分が悪い勝負に出たと、しか言えないかもしれません。例、この呪詛を2000人が1人に送り、1000の呪詛を受けて疲弊した1人が自分を呪った2000人に、自分が送った呪詛を思い出せ、と劇を飛ばそうとも2000人は、ああ、例、5ほど呪ったね、としか、ならないわけです。呪詛するための精神の疲労を最低限に抑え、一人に巨大な呪詛を送るという昔では考えられなかった、オカルト装置なのかもしれないですね、ネットってやつは、あ。今日のオカルトスレ。ロシアのディアトロフ峠事件とかいうガチマジで闇神未解決事件。1959年2月2日。これはディアトロフ峠事件と呼ばれロシアで起こった謎の事件である。当事者は9人でオトルテン山に登った全員が謎の死を遂げたのだった。最初は10人で雪山に登る計画だったが、1人が途中で危険をし、9人で山に登ることになった。この時途中危険をした人物の名前はユーリー・ユーディンである。9人は猛吹雪の中、順調に山に登っていった。しかし予定下山日の2月12日を過ぎた後も何も連絡がなく誰一人として山から下山してくる者がいなかったために捜索願いが出され、救助隊が出動したのだ。2月21日から救助隊が捜索活動を開始し、26日には止まっていたであろうテントを発見したのだが人は見つからなかった。しかしその周辺部から次々と見るも無残な姿で発見されることになる。最終的に2ヶ月半かけて9人を見ることができたが全員が命を失った姿で山を降りることになったのだ。その遺体を検視してみたところ、首の骨を折られていた、舌を切られていた、放射能物質が検出された、頭部が潰れていた、などむごい死に方をしていたことから、非常に凶悪な犯罪に巻き込まれたかに思え、国民たちは震え上がった。この事件を雪登山のリーダー格であったイーゴリ・アレクセイビチ・ディアトロフの名前からディアトロフ峠事件と呼ばれることになったのだ。凶悪な事件に震え上がったのだが一切の具体的な証拠が上がらなかったために原因が全くわからなかったのだ。当時は事件のことはわからないことが多くミステリーに包まれていたのだ。1. イーゴリ・アレクセイビチ・ディアトロフ。性別。男性、年齢。当時23歳、誕生日。
1936年1月13日。ウラル工科大学の卒業生であり、この一行のリーダーを務めていた。この事件の呼び名の由来となっている。2. ジナイダ・アレクセイブナ・コルモゴロワ。性別。女性、年齢。当時22歳、誕生日。1937年1月12日。ウラル工科大学の在学生だった。3. リュドミラ・アレクサンドロブナ・ブギニナ。性別。女性、年齢。当時20歳、誕生日。1938年5月12日。ウラル工科大学の在学生だった。4. アレクサンドル・セルゲイビチ・コレバトフ。性別。男性、年齢。当時24歳、誕生日。1934年11月16日。ウラル工科大学の在学生だった。5. ルステム・ウラジーミロビチ・スロボディン。性別。男性、年齢。当時23歳、誕生日。1936年1月11日。ウラル工科大学の卒業生だった。6. ユーリー・アレクセイビチ・クリブオニシチェンコ。性別。男性、年齢。当時24歳、誕生日。1935年2月7日。ウラル工科大学の卒業生だった。7. ユーリー・ニコライビチ・ドロシェンコ。性別。男性、年齢。当時21歳、誕生日。1938年1月29日。ウラル工科大学の在学生だった。8. ニコライ・ウラジーミロビチ・チボ。イコール、ブリニョーリ。性別。男性、年齢。当時23歳、誕生日。1935年7月5日。ウラル工科大学の卒業生だった。9. セミョーヌ・アレクサンドロビチ・ゾロタヨフ。性別。男性、年齢。当時37歳、誕生日。1921年2月2日。ウラル工科大学の卒業生だった。10. ユーリー・エフィモビチ・ユーディン。性別。男年、年齢。当時21歳、誕生日。1937年7月19日。ウラル工科大学の在学生であり、体調不良により途中で離脱したため、運よくこの事件に巻き込まれなかった。その後、2013年4月27日に亡くなっている。その一人がやったん。熊谷で。はい、解決。この事件に関してこれまで考えられた説は以下の通りである。ロシアの軍事兵器説。イエティに襲われた説。原住民が襲った説。未確認飛行物体生命体が人体実験を起こした説。雪崩に襲われた説。途中棄権したユーリー・ユーディンが一人で行った説。謎の光を見たり、高い放射能が検出されたりといろいろ謎が多かった。恐ろしや。ウラル山脈のチェリャビンスク、チェルヤビンスケー、という都市があり、ここは1940年代から、ソ連の放射能研究の極秘拠点になっていて、さらに湖から80キロ離れたマヤークという町の核施設では1949年から1956年にかけて放射性物質の垂れ流しがあり、エリツィン政権になって初めてこの地域に関する情報が公開されて研究者たちが、地球上で最も汚染された地域、といったほどの曰くつきの場所であるらしい。そしてディアトロフ峠事件があったのが1952年。これもとネタの映画あったやろ。昔見たわ。ディアトロフインシデントやな。放射線を検出。ウラル工科大学。謎解けたで。放射性物質不法投棄の時期と重なり、しかも死体から放射能反応まで出ている。ディアトロフ峠とマヤークがどれだけ離れているか。知りませんが。
この辺一帯が50年近くも軍の重要拠点として軍の管轄下にあったことや、オーパーツの件でウラル山脈が産業廃棄物の投棄場として利用されていたことを考えると、なんとなく事件の真相がぼんやり、と見えてくる。でもこの事件はホラーとシャフィル山、K ホラ K、S や KHL、マンシゴで、シノ山、ノイ、1、で起こっとるからなぁ。この山は、死者の山、と解釈する人もいるが、野生動物の生息数が乏しく、この地域では狩りの獲物が見込めないところから来ている名前であるんや。そんなところにクマがおるかな？ガバガバコキペ解説好き。ディスカバリーでやってた雪男説がすこ。被害者の体から通常では考えられないほどの放射線量が検出されており。不思議なことに外傷はないが内臓がボロボロの死体も見つかったのだ。この事件はロシアの映画の題材としても使われているが、そのキャッチコピーが、そこは地球上で最も近づいてはならないエリア、ゲーム化してたぞ確か。見たらあかんもん見たから消されたんやろな。人体実験か。あとにテントから奇妙な式が発見される。そこに書かれていたのは、確かに山男は存在する。見たこともない大男がいた。何を意味するのかは分かってはいない。もしかすると我々の常識では考えられない生命体が猛吹雪の山の中だけで生活しているのかもしれない。ただ、その、見たこともない大男が襲った。証拠はどこにもないのだ。宇宙人やで UFO が目撃されとった。仰天ニュースで見た。最初の5人の遺体が発見された直後、死因尋問が始められた。検視の結果、5人は死に直接結びつく怪我は負っていなかったことが分かり、5人全員の死因が低体温症であることが判明した。スロボディンは頭蓋骨に小さな亀裂を負っていたが、これが致命傷になったとは考えられなかった。なだれじゃねえの。排水が混入してる氷を溶かした果樹板で川の水を沸かして飲んだんやろ。5月に発見された4人の遺体の検視は、事情が違った。彼らのうち3人が、致命傷を負っていたのである。チボ、イコール、ブリニョールの遺体は頭部に大きな怪我を負っており、ブリニナとゾロタヨフの両名は肋骨をひどく骨折していた。ボリス・ブオズロジデンヌイ博士。は、このような損傷を引き起こす力は非常に強いものであり、交通事故の衝撃に匹敵するとしている。特筆すべきは、遺体は外傷を負っておらず、あたかも非常に高い圧力を加えられたかのようであったことと、ブリニナが舌を失っていたことであった。先住民のマンシ人が、彼らの土地に侵入した一様を襲撃して殺害したのではないかとする憶測も流れたが、現場に一様の足跡しか残っておらず、至近距離で争った形跡がないという状況から、この説は否定された。気温が摂氏マイナス25度から30度と極めて低く、嵐が吹き荒れていたにもかかわらず、遺体は薄着だった。彼らのうちの何人かは片方しか靴を履いておらず、同時にその他の者は靴を履いていなかったか、靴下しか履いていなかった。何人かの足は、先に亡くなった者の衣服を引き裂いたらしい衣服の切れ端で巻かれていた。平マサゴリンもこんな気温で屋外施設あるとかいう恐怖。寒さのあまり麻痺して服を脱ぐってのはよくある。汚染された熊定期。日本はソ連のことばかにできなんだよなぁ。福井市の件なんてソ連レベルの隠蔽工作しとるで。超常現象から軍の秘密兵器実験に至るまで事件を様々な原因と結びつけようとする説が持ち上がったが、中でも有力な説明の一つとみなされているのが雪崩である。雪崩で不法投棄されてた放射性物質が出てきて一緒に巻き込まれたとか、舌は熊に食われたんか。この説に基づくシナリオの一つは、
押し寄せてきた雪が夜のうちにテントを潰し、メンバーはパニックに陥ったというものである。一行はテントを切り裂いて逃げ出したが、靴や余分な衣服を雪崩で失ってしまった。氷点下の中で湿った雪に覆われると、15分以内に極度の疲労や低体温症による意識喪失が起こり、生存に関わる危機を招く。チボ、イコール、プリニョール、プリニナ、ゾロタヨフ、そしてコレバトフは、自分たちが人里離れた場所にいるのも構わず、助けを求めて移動しようとし、渓谷に滑落した。彼らのうち3人の遺体がひどい骨折を負っており、かつ彼らが渓谷の中で4メートルの深さのところに横たわっていたのも、彼らが滑落したことの証拠となり得る。この一帯は傾斜15度で雪崩の起こりやすい地域ではないという主張はあるものの、面発生表層雪崩は新雪が積もり、人が石灰を崩したところでよく起こる。事件のあった夜は雪が降っており、キャンプ地は山の斜面にあって、一両がいたために石灰は不安定になっていた。そして、テントは部分的に切り裂かれ、雪に覆われていた。これらのことは、小規模な雪崩がテントを押し流したという説を支持する根拠になる。一方、捜査当局がキャンプ地から続く足跡を見たことは雪崩説を否定する根拠になる。さらに彼らから放射線が検出された謎や遺体から眼球や舌が喪失していた点も雪崩だけでは解明できない。目玉を食ったのはカラスやな。舌はなんで切られてたん？落下の衝撃とかで噛み切ってしまったんか？熊が食ったんやろ。なんで舌だけ？ジャーナリストらは、ミュウシカのウナシ陰神門の資料の一部が、次のような内容であると報告している。一両のメンバーのうち、6人は低体温症で死亡し、3人は致命的な怪我を負って死亡した。9人以外に、ホラートシャフィル山に他の者がいた様子も、その周辺地域に誰かがいた様子もなかった。テントは内側から切り開かれていた。一行は、最後に食事をとってから6、8時間後に死亡した。キャンプに残された痕跡は、彼らが自ら進んで徒歩でテントから離れたことを示していた。何人かの犠牲者の衣服に、高い線量の放射能汚染が認められた。発表された資料には、メンバーの内臓器官の状態に関する情報が含まれていない。当局の最終的な調査結果は、全員が、抗いがたい自然の力、によって死亡したというものであった。死因審問は1959年5月に公式に終了し、犯人はいない、と結論した。資料は機密文書保管庫に送られ、1990年代になってようやくコピーが公開されるようになったが、いくつかの資料が失われていた。研究者の中には、捜査当局が以下のような事実を見落としたか、意図的に無視したと主張している者もいる。後にエカテリンブルクに拠点を置くビアトロフ財団の理事長となる当時12歳のユーリー・クンツエビチは、一両のメンバーたちの葬式に出席しており、彼らの肌の色が、濃茶褐色、になっていたと回想している。事件のあった夜、事件の発生地点から南に 50km 離れた場所にいた別のトレッキング客の一両が、北の夜空に奇妙なオレンジ色の光玉を目撃したと報告している。同様の光玉は、1959年2月から3月にかけて、イブデリとその隣接する地域で、それぞれ無関係の目撃者、気象群関係者を含む、によって目撃されている。テント内にはカメラが残されており現像された、彼らの姿を映したものが多数を占めたが、最後の一枚が判別不可能ながら、光体、のようなものであった。おしまい。順調に登って、おしまい。